ペッタムペットギャットペット選手から2ラウンド KO 勝利、タケル選手の登場です。ではセンターのムービーカメラにも目線をお願いいたします。ありがとうございます。どうぞご着席ください。それでは昨日の試合、大会を振り返ってコメントをいただきたいと思います。お願いします。はい、昨日はそうですね、まあ、ケースフェスタっていう K1 2年に一度 のビッグイベントで、まあ、ダブルタイトルマッチっていうのはできなかったんですけど、僕的にはやっぱ2年連続でムエタイのトップファイターと戦うことができて、すごいいい経験になりましたね。はい、ありがとうございます。では質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方、挙手にて受けたまります。いかがでしょうか。まあ、本当はタケル選手に対してではなくて K1 の上の方に聞くべきだと思うんですけど、昨日の試合後のコメントで、まあ、格闘技界が一緒になって大きな大会をやりたいとおっしゃってましたけれど、まあ、実際今のタケル選手の思いと K1 の運営としては K1 で契約して試合をしたいという乖離があると思うんですけれど、そういった中でその試合を実現させるためにどういったことが必要だと思いますか。そうですね、まあ、昨日リングで格闘技最高って言わせてもらったんですけど、まあ、それも、まあ、今まで の, そのずっと言われてきた試合のこともあるし、プラス今回はこういう状況が今日本だけじゃなくて世界でこういう状況になっている中で、本当格闘技っていうのは人にパワーを与えられるスポーツだと思うんで、まあ、それをもうその K1 とかその団体だけじゃなくて、もう競技として格闘技全体でパワーを与えていけたらいいなっていうのを思って言わせてもらったんですけど、まあ、僕はもう K1 代表というのは変わらないし、 K1 を背負って戦うというのは変わらないんで、まあ、その立場として、まあ、その試合を実現させることが、まあ、僕が やってきたことの証明だと思うんで、まあ、そのために、まあ、僕がやることとしてはもうたくさんあると思うんで、まあ、それを全力でやっていくだけかなと思うんですけど、まあ、それは今までと変わらずって感じですね。はい、まあ、タケル選手今まで K1 を引っ張ってきた存在であるわけで、その願いを叶えるために、まあ、過去にいろいろ両団体、まあ、いざこざというかいろんな簡単にはいかないことがあると思うんですけど、それでもそれを水に流して、まあ、お互いに提携というか共催するような形で大会を開いてほしいという思いはありますか。そうですね、まあ、その、いざこざとかは別に僕はそのあんま気にしてなくて、本当やっぱお互いやっぱ団体同士いろんな事情もあるし、まあ、ある意味も会社が違うっていうか、もう国が違うまでいかないですけど、なんかやっぱそれぞれの国の文化だったりルールっていうのがあって、やっぱそこは難しいことだと思うんで、なんかそこじゃなくてやっぱ、まあ、今こういう状況だからこそ協力し合える
時期なのかなっていうのも思うし、まあ、お互いリスペクトしてその恨み合いだったり、まあ、いざこざっていうのは、マイナスでしかないと思うんで、そうですね、こういう時だからこそ協力し合って、あの格闘技っていうジャンルで世界に発信、パワーを発信できたらいいんじゃないかなって思いますね。他にご質問のある方。もう先ほども中村プロデューサーからお話ありましたけども、ブワフとのやっぱダブルタイトルマッチというのはもう早いうちに実現させたいという考えですか？そうですね、やっぱ今回あのブワフ選手との対戦のために何ヶ月もかけてあのやってきたんで、まあ、ASK というベルトはずっと欲しかったベルトだし、 K1 のチャンピオンの価値を高めるためにも取っておきたいベルトだったんで、そうです、また近々、試合が実現できたらいいなっていうふうに思ってます。あと、まあ、初上陸の福岡がありますけども、福岡大会に出たい意向ですか？そうですね、やっぱ、日本中、まずはその日本全国の人に、K-1 という舞台を知ってもらいたいんで、僕も試合でそれを見せていきたいなっていうのはあります。はい、あと、レオナ・ペタス選手から、まあ、必要な挑戦表明がありますし、昨日もアピールしてましたけど、それについてはどう思われますか？そうですね、やっぱ、まあ、強い選手だと思うし、実力もしっかり、昨日示したと思うんで、まあ、そういう条件になれば、しっかり叩き潰したいと思います。まあ、でも僕は今やっぱK-1 の価値のベルトの価値を高める試合をしていきたいっていう気持ちもあるんで、はい、それと折り合いがついていいタイミングがあれば証明したいなと思います。それを。他にご質問のある方、よろしければ質疑応答を終了させていただきます。武尊選手ありがとうございました。どうぞご講談ください。